フォース結晶。それはこの世界の神羅万象を操り不老不死をもたらす伝説の秘宝。かつてイストリアの神々が作り出し、彼らと共に歴史の闇に消えた究極の魔導。よう、あんたも初めてかい？トレジャーハンターの登録試験は、俺はブラッド、よろしくな。あんたは？そうか、一つ。お、どうやら始まるらしいぞ。それでは、これから君たちの力を試させてもらおう。カナン遺跡に行って、奥にある宝石を見つけてくるのだ。宝石を持ち帰った者だけが我々トレジャーハンターギルドに登録される。ただし試験とはいえ、君たちの身の安全は保証できない。覚悟ある者のみ遺跡に向かいたまえ。ゲームを開始します。
よっ、お前さん、思った通りなかなかやるな。ここにたどり着いたのは俺が一番で、あんたが二番だ。だけどここから先は俺一人で行かせてもらうぜ。悪く思うなよ。この扉は内側からしか開け閉めできない。これで今回の合格者は俺だけさ。
んたには借りができちまったな。この恩は忘れねえよ。ああ、そうそう、こいつが目的の宝石だよ。山分けしようぜ。うむ、これが課題の宝石だ。どうやら今回の合格者は二人だけのようだな。おめでとう。これで君たちは正式にトレジャーハンターギルドに登録された。これからは一般公開されていないギルド管理下にある遺跡も探索できるぞ。